クローズドノートは、雫井修介による日本の小説。文庫読み放題他携帯読書サイトで、2004年10月から2005年8月まで配信され、角川書店より2006年1月31日に単行本、2008年6月25日に角川文庫が刊行された。2007年に映画化された。小学校教員志望の大学生。 ホリーカエはアルバイト先の今井文具堂で万年筆を買いに来たイラストレーター、石飛竜と出会う。カエは絵を描くのに最適な万年筆を探す石飛びに次第に惹かれてゆく。カエの家にはその家の前の住人の忘れ物と思われる一冊のノートがあった。初めは読むつもりはなかったが友人の要塞が留学したこともあり。 太さ寂しさに襲われたカイは、そのノートを読んでしまう。そこには、そのノートを置き忘れた前の住人で小学校教師、間の息吹と生徒たちとの交流の日々、そして、最愛の人、かしへのあふれる思いが綴られていた。ノートを読み進めていくうちにカイは、息吹の考え方、生き方に共感するようになる。しかし、そこには驚くべき事実が隠されていた。 東宝の配給により2007年9月29日に公開された。制作プロダクションは東宝映画とシネバザールである。雫井修介の原作を元にしているが、ストーリー展開や登場人物等が異なる。小学校の教員を目指す女子大生の会は新居に引っ越しをする。そこには以前そこに住んでいた住人の忘れ物と思われる一冊のノートがあった。 ノートには、いぶきという教師の日々の生徒との交流や、思いを寄せる高志という男性との交流のことが、綴られていた。彼は、アルバイト先である万年筆屋で、ある日、石飛流というイラストレーターに出会う。そして徐々に、心惹かれていくようになる。彼は、ノートの中に出てくるいぶきとその彼氏である高志のことを、想像し、勇気をもらいながら、同時に、 竜への思いをさらに膨らませてゆく。ある日、竜のアパートを訪ねたカエは、竜のマネージャーの山崎と出会う。やがて、山崎から、竜は、今も一人の女性を愛し続けていると告げられる。その時、高志と竜が、実は、同じ人物だったことを知ることになり、衝撃を受ける。竜は、傷ついたカエを訪ね、古典に来てほしいと誘う。カエは思いを打ち明けるが、竜は立ち去る。 彼はノートをいぶきに返しに行くことを決心し、小学校を訪ねるが、そこでいぶきが交通事故ですでに他界していることを知る。ノートの最後の1ページは破られていたが、その最後のページを小学校でいぶきのかつての教え子から受け取った彼は竜の古典を訪れる。そのページには、高市への素直な思いが綴られていた。古典の会場で、 その言葉をいぶきのことが忘れることができずにいる竜の前で読み上げる。彼は再び小学校を訪れる。彼を迎えた小学校の教え子たちは一斉に紙飛行機を飛ばす。振り返るとその後ろには吹っ切れた竜も来ていた。ありがとうございます。